DS PDS。 Hey guys, メンタルで今日あったね歌詞体験チャレンジしていきましょう。タイトルでねフランスパンを作るっていうね、まあ、タイトルなんですが、今日はね歌詞タイトルをしながらフランスパンを作っていくというねチャレンジをしていきます。で僕もね初めてねフランスパン作るんで、ちょっとねパン工場のね曲とね合わせて作れば多分美味しくできること間違いないんで、作ってきていきます。で歌詞体験とは何なのかというと、まあ、歌詞をね忠実に再現するっていうことですね。まあそのまんまですよ日本語で。僕のまあパン工場のね PV でまあ再現できてたと思うんですけど、今日はねフランスパンを作りながら再現するとね感じでやっていきましょう。僕もねパン工場で半年働いてたんで、まあ、パンのことについては詳しいですよ。まあ、ずっと流れ作業なんですけどね。用意するものは強力粉 250g、 ドライイーストと塩少々、オリーブ少々、お砂糖ないんで、まあ、粉飴でどうにか代用してきていきます。ではねフランスパンを作っていきたい。パン工場24時間パンこね続ける、親のコネ使って芸能買い続ける、手取り14万でパン買い続ける、そんな君は勇者勇者。もっとパンを愛してくれないか、もっと手取り上げてくれないか、そんなことはできない。はい、ではね、パン焼き上がりました。イエーイ、ちょっと見てください、こちらめっちゃうまそうじゃないですか。中がね、しっかりできてるかが重要なんですけど、こちらがソフトクリームフランスパン、これがオーブで、これがバスケットボールで、これがヘビみたいになっちゃってますけど、まあ、これが本当のフランスパンですね。ではちょっと割ってみましょう。多分これがね、一番うまくできてそう。熱々、はっ、おお、ちょ、しっかりできてんじゃん。やべべべべ、めっちゃうまそう。おお、すごい。ではいただきダンティ、こちら。うん、すごい、なんか変な毛が入ってる。やべべ、うまつげだ。味がない。味がないんですけどね、しっかりふんわりしてて、外はカリカリしてて、フランスパンです。ではソフトクリーム食べてみましょう。味がないです。まあ、なんかシチューとかね、カレーとかと一緒に食う分にはね、すごい美味しいと思いますこれ。うん、単体ではね、ちょっと物足りない感じなんですけど、普通にパンになってます。なんか中がべっつりしてるわけでもなく、しっかりふんわりしててね、大成功です。まあ、初めてにしてはなかなかの出来でしたって感じです。はい、でまあフランスパン作ってる時にね、まあ歌詞再現をしたんですけど、まあ久しぶりになんか PV っぽくね作れてね、楽しかったです。みんなもね、好きな曲でやってみてはいかがでしょうか。ちなみに、ペイン・ダンテ・ショノスキよりも歌詞再現ができる YouTuber、待っております。ぜひね、ハッシュタグ歌詞再現でね、SNS に投稿してみてください。また、モンストの企画で、歌詞再現カラオケバトル、劇門学祭、という特別番組をやるそうです。ユーザー参加企画で、2択で勝者を当てると、総額3億円分の商品が当たるらしいので、詳細は概要欄から、チェック。ご視聴ありがとうございました。ぜひみんなもね、フランスパン作って、俺を超えろ。シュッ、ありがとうございます。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく。